山下泰司です。大学に行く時の道中が楽しかった大学ベスト3という話をしたいと思います。何せ日本の大学全部行ってますから、北海道は稚内から沖縄まで行ってますんで、よく言われるのが、まあそんなにあっちこっち旅行してどこが楽しかったですかということで、大学に行く時の道中が楽しかった大学ベスト3ということで、まず1校目、東北公益文化大学。どこだよと、東北です。新潟から秋田まで長い海岸線沿いに、かつてはなんと新潟大学から秋田大学まで一切大学がなかったんですね。あのめちゃくちゃ遠い距離、そのど真ん中、山形県の庄内地方酒田市に新しくできた大学が東北公益文化大学といいます。なので何せ新しくできた大学全部見学しないといけませんから、新幹線で東京から新潟まで行きまして、そこから羽越本線の電車に乗ってですね、延々と新潟県から山形県秋田県と遡っていくんですが、まあ、このですね電車が海岸沿いを走りまして、めちゃくちゃ海が綺麗なんですね。笹川流れっていうんですけど、夕方なんかだと夕日が沈んでいきまして、とても景色が良くて、ずっと海岸沿い走っていきまして、まあ、そこをですね何時間もかけて行って酒田市というところに着きまして、東北公益文化大学というところに行ったんですが、まあ、なかなかその私立大学なんですけど、自治体がまあ費用を出して作ったということで、非常に綺麗な校舎の学校で、地方ですと地元に大学がないから遠い町へ出て行ってしまうという高校生が多いので、まあできれば地元に残ってほしいということで、その地域のための大学ということで公益学を学ぶ全国唯一の大学が存在しています。まあ、非常にキャンパスも綺麗なんですけども、まあ、この新潟から山形までの海岸線がめちゃくちゃ景色良かったということで、ここはあの大学見学とか関係なく景色いいので、あの観光列車も走ってますし、ぜひ皆さん旅行に行ってください。食べ物も美味しいです。2つ目、帯広畜産大学。ここはすごいんですよ。大平原の中にあるんですね。牧場とか森とか農場とか、とにかくいわゆる十勝の大草原、そういったところのど真ん中に、まあ、牧場みたいな感じで畜産の大学があります。ここはレンタカーで行きました。まあ、北海道にわざわざ、まあ、取材に行ってですね、まあ、新千歳空港で車借りまして、ぐるぐると北海道中回って大学見学をしたんですが、まあね、あの住んでる人にとっちゃ慣れっこでしょうけど、他の地方の人間から見るとどこまでも続くまっすぐの道路をですね、農場とか大平原が続いてるところを走っていくってのは、まあ爽快なもんで大変楽しかったです。北海道、ここもね旅行で行くならおすすめ。3番目、九州大学伊都キャンパス。九州大学はもともと福岡市の町の中にあったんですが、まあちょっとですねごちゃごちゃしとるというところで郊外に引っ越しました。ただこれがかなり福岡の町から離れてしまいまして、とても遠いんですね。私は博多駅から、まあ、高速バスに乗って1時間ぐらい揺られて九州大学まで行ったんですね。で、高速バスといっても速度を出さなければ立ち乗りしていいんですよ。まあ、コロナの時代の前でしたから、もう学生でぎゅうぎゅうで立ち乗りのお客さんもいっぱいいました。まあ、私なんとか座れたんで座ってたんですけれども、まあ、ぎゅうぎゅうに立ってるお客さんの大学生たちが、まあ、当時はねペチャクチャペチャクチャ喋ってるんですけど、私の座ってるところの隣の席にですね女子大学生さんが2人いらっしゃって、博多駅のバスターミナルから九州大学に着くまでの1時間2人でずっとプレートテクトニクスの話をしてるんですよ。プレートテクトニクスというのは、まあ皆さん習った通り、もともとパンゲアっていうでっかい大陸だったものがアフリカとかアジアとかにこう地球の地面が分かれていく、その地学の話を2人で延々と1時間やってて、むちゃくちゃ難しい話してるんですよね、地球科学の。でそれを1時間ずっとですね2人で議論しながら九州大学に着くまで僕がずっとそれ聞いてるっていう。でなんて九州大学の学生頭いいんだろうと。で話も面白いし、この理論はどうのこうのとかずっと言ってて、それをですね1時間バスの中で聞いてったというので、まあ、道中が楽しかった、あの景色がどうということではなくて、ただ景色もいいんですよ。このバス博多の福岡の街の中は道路が渋滞しますから、海沿いのめちゃくちゃ景色のいいところを高架橋で高速バスがブーンと走っていって、その海も見えるし福岡の街も見えてすごく景色いいので、九州大学行く人ぜひね新幹線降りたらこの直行のバスで行くとめちゃくちゃ景色もいいし、もしかしたら大学生同士面白い話してるかもしれません。ということで道中が楽しかった大学ベスト3でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また
メガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。